ガトウィック空港駅は、イギリスの鉄道駅である。ガトウィック空港の最寄り駅であり、ロンドンビクトリア駅から 43km、途中ノンストップのガトウィックエクスプレスで、約35分の距離に位置する。この駅は、空港の南ターミナルと直結しており、徒歩で移動できる。北ターミナルに向かう場合は、新交通システムである、ガトウィック空港トランジットに乗り換える。列車は、 ゴビア・テムズリンク・レールウェイとグレート・ウェイスタン・レールウェイが運行する。1891年、ロンドン・ブライトンサウス・コースト鉄道のガトウィック駅として開業した。この土地にはさらに昔から駅があったが、1876年に閉鎖されていた。1946年に駅の近くにあった競馬場にちなみ、ガトウィック競馬場駅に改称した。 競馬場の南には、ガトウィック空港があった。1950年代後半に、空港の大規模な拡張工事が行われ、競馬場は拡張用地となり消滅した。1958年、新しく建設された空港ターミナルビルに合わせて、駅は北に1キロメートルほど移設され、ガトウィック空港駅に改称された。ガトウィック空港駅で並ぶガトウィックエクスプレスと、 テムズリーンクの列車ゴビア・テムズリンクレールウェイが運行する3ブランドの列車はいずれもブライトン本線を走行する。ガトウィックエクスプレスはロンドンビクトリア駅とブライトン駅の間を途中ガトウィック空港駅のみに停車して30分ごとに運行されている。なお、ピーク時には後述のサザンの列車を保管するため停車駅が増加する。サザンの列車は毎時8本が 北は、ロンドンビクトリア駅、南は、ブライトン駅、リトルハンプトン駅、イーストボーン駅、オア駅、ボグナーリージス駅、ポーツマスハーバー駅、ボグナーリージス駅、サウサンプトンセントラル駅へ運行されている。テムズリンクの列車は平日オフピーク時には、北方向に、毎時8本、南方向に、毎時6本が運行されている。 これらはすべてロンドンブリッジ駅とセントパンクラス駅を経由してロンドン北部へと直通しており、内訳は、ベッドフォード駅ブライトン駅、ベッドフォード駅ガトウィック空港駅、ケンブリッジ駅ブライトン駅、ピーターバラ駅、ホーシャム駅がそれぞれ毎時2本ずつである。グレートウェスタンレールウェイは、ガトウィック空港駅からギルフォード駅を経由して、 レディング駅までを結ぶノースダウンズ線の列車を毎時一本運行している。ネットワークレールによるガトウィック空港駅の大規模な再開発では3000万ポンドをかけてこの駅を通過する列車本数を増加させ乗客処理能力を改善する計画になっている。この計画ではガトウィックエクスプレス用の新しいプラットフォームを建設するとともに 空港バスを乗り入れられるようにして完全に統合された公共交通を提供することになっている。2012年のロンドンオリンピックまでに完成されることになっている。しかしながら鉄道規制庁が900万ポンドしかガトウィック空港駅の再開発に割り当てなかったため計画は危機にさらされている。鉄道規制庁は 最終的な結論を2008年10月30日に発表する予定である。ありがとうございます。